こっから10年20年どう働きたいとかありますか？どう働きたい死んでるよ俺もう。お前10年20年って死んでるだろ。ええ監督今55です。55、いやいや、そうなのか。でも僕が46です。全然若いし、はい、まあ、全然若いし、ね、だってまだまだ働くよ。俺はもう大丈夫だ。あ、そう、正直大丈夫ですよ。働いた気がした。まあ、まあ、この年になってる。そうですね。今どうなんですか、監督が見て、あ、これええの出てきよったなっていう若い監督いるんですか？監督、昔ほど90、僕らがやってた若い時よりもそのスピードは遅いというか、けどね、要するにね、今ねすごい監督はまあ出ないシステムになってるんですよ。あ、そうですか。うん、やっぱ AV がやっぱシステマチックだから、あ、うん、なかなかその監督の個性って出しづらいんですよ、ね、なるほど。そのいわゆるプロデューサーとかメーカー側が企画を決めてそこに当てはまる人を、そうか、うん、あれしてて、安い早いうまいじゃないけど、うん、やっぱりこう現場でトラブルを起こさない納期が早い、まあ言ったらそのビジネス監督というか、そう、あのね、あ、僕が言ってるのは松屋の店長、要するに独立した和食ダイニングをやれって言ってるわけじゃないんですよ。もう牛焼肉定食を20人前作ってこい、例えば、ね、うん、牛焼肉定食作れって話 で牛焼肉定食作るのに工場から肉が切られてるわけだから、 あとは衛生面気をつけてお客さんとの、なるほど、あれをやりてなければ、要するにお店を守る側であって衛生上と、あ、だからそこにだって塩一振りって決まってるわけだから、アレンジはないわけで、牛焼肉定食になんかトマトソースかけたらまた違う料理だから、それはそれでだって誰も望んでないでしょっていうお仕事だから、誰かしこう、まあ、店長、教員とかすげえなって思う人は後輩ではいない、出づらい、だけどそういう時代やからそろそろ出てくるんじゃない、まあ、そう、いつの時もこういう時に一人だから向こう水のやつが現れて、だから逆に僕らの AV ではちょっと出づらくて、もしかしたらそのいわゆるもうちょっとアンダーグラウンドのものとかでは面白い人たちやってるかもしれないけども、なかなかちょっと今現行出づらいかもしれないですね、うん、逆にそう AV 業界自体がちょっともう狭くなってるというか、あ、もう全然狭いですね、昔から比べたらむっちゃ狭いです。縮こまってる、縮こまってるからね、いや、その物は多いし、本数も多いし、女優さんも綺麗だし、男優さんもスペック上がっちゃったし、すべてが、システマチックで、いい意味で言えば産業的には確立はしてると思いますね。だけど、まあまあ、それはまあちょっと、昔は良かったということではないんですけど、監督任せではなくなってきちゃった部分なんで、企画ありきですね、どっちかというと。でも、一つ言えるのは、世界一でしょ、日本の AV は。でしょう ね、それは言えると思いますね。これも世界一ですよね。そのまず種類の多さとかね、きめ細やかさ、さとか、いろんな性癖に対応してくれてはるで、ね、まあまあこんなことやってるのは日本だけですからね、あんな細かくやってるのはねえ、まあまあまあ年齢層含めて枝葉の全部手届くとこに、確かに日本1位が世界1位のものって何個かある中の、まあ、AV よも絶対よね。もでもよく言われますみんな。それって文化がな、その政治的なことであるとかね、国民性とかあるから、それもまあまあ一概に言われんけど、いや確かにお笑いっていうのだってここ何十年でも完全にだから一つのもうなんかじゃあのお笑いというとこからはみ出て吉本の動きとか見てると、はいはいはい、エンターテインメントっていうふうに広がった感じはありますよね。さっきのあれで言うと、そのジュニアさんがあのここ最近で一番うわーって思った後輩を誰ですか？その後輩とかその新しい人で出てきてる、さっきの松尾さんの質問のジュニアさんバージョンじゃないけれども、うわーっていう誰やろうな、まあ、いっぱい優秀な人がいる、まあそうやなとも言えないと思うんですけど、みんなめちゃくちゃうまいし、はい、まあ、人数もすごいし、はい、今俺が吉本入った15歳やったとして吉本入る方は絶対入らへんもんな、ていうかお笑いやる方やらへんもんな。なんて理由としては、いや、こんな多いさ、こんなとこでようやらんと思うな、うん、逆に落語家とかそういうことをするやろな、うん、わ、衝撃受けたな。衝撃はなかなかこの世界にいるからな、そう来たかぐらい、そうやな、
でももう10年以上とかやみんな、はい、もう昔から知ってるからな。昨日今日入って出てきて1年目2年目でマジかーっていうことはないな、うん、逆にこの人がこんな伸びたなって思ったのはあるんですか？意外とえそんなになったかみたいな。いやいや、それは意外とその芸人の中ではおもろいみたいなのが、絶対おもろいやつは売れるから。それは心理であるんですか？はい、だからそれが早い遅いはあるけど、うん、例えばヤバくの空なんてもうみんなさ、もう昔から絶対売れるって芸人みんな思ってたし、うん、チャンスかってもう今もうテレビに、そうっすね、うん、芸人さんわかんない、いろいろ方いらっしゃいますけど、テレビで売れるっていうのはそこが一応目標にはなってるんですか？みんなやっぱそうじゃないですかね、うん、けど売れることによってなんか失うものとかはやっぱあるんですか？テレビで売れるって、テレビで売れるっていう部分で、テレビで売れて失うことね、テレビのまあ出方とあとはもう自分のその本来の人間性じゃないですかによる、はい、によるはい、はい、うん、なんかいや俺ね、そのなんか売れて逆にそれはもちろんお金部分とかいろいろいいことある、その認められるとかいいことあるかもしれない、はい、しれないんですけど、はい、不自由じゃないのかなってちょっと芸人さん見てて思うってことはちょっとあるんです。そういうのはあります、あります、あります、あります。これだって例えば一般の人の方が芸人なんかより何十倍遊んでますし、うん、そうだね、はい、うん、どんだけ理不尽なことされても、うん、我々奥歯噛み締めて手出せないですよね。グー握って耐えるしかないねんもん。ですよね。はい。ですよね。今だと特にその昔だったら芸人さんもさ、もういわゆるね芸の肥やしじゃないけど、うん、と思っていうという時代もあったぐらいでさ、大丈夫大丈夫だよ、まあ風俗遊びも含めて、はい、女遊びも含めていろいろあったけど、今ちょっともう何もかもダメになってきちゃってるからもう一撃で人生失う。そうだから今吉本にとかお笑いの世界に入ってくる子って、我々が入った時よりほんまに笑いが純粋に好きなんやろ。あ、俺のはその不純やん、うん、モテたいとか、モテたいとか遊びたい、売れたい、お金欲しいっていうね、うん、今の頃はやっぱ笑いを届けたい、笑いを届けたいって確かにおかしい、うん、いや依頼人もいるからね笑いを届けたいか、ショーレースどこへって感じだな、青春にかけてる感じ。そうだからほんまちょっとアスリートみたいな、M1 終わった日からもう次の M1 が始まっててとか、3年後に準決勝に行けるようになりたいですとかって若い子言うけど、3年後に準決勝に行ってで5年後に決勝でとかで、そんな未来予想図俺若い時は全く書いてなかったもんな、うん、まあ M1 ってもの自体もなかったし、うん、ああいうの見てあったら出たかったなみたいな思いますか？そんなね、いやそれはもちろん我々の頃も大阪でそういうのがあって、うん、うん、はあったけどね、うん、監督作品撮ってそれが世に出て、うん、親が乗り込んできたとか。俺ないね。何ですか？ない、ね、彼氏が乗り込んできたとか。ない。あ、そうですか。ない。何なんだろう、うん、だから自分に影響力なさすぎて笑いますよ。ないんです。意外にないんです。俺他の監督はやっぱあるんでしょ。いや案外ね、どうなんだろう、ちょっとどういう考え方かわからないけど、そういう AV 女優の同じ数親いますよね、はいはい、でバレた時にどうしてるかって多分本人に詰めてるだけで、それを取ったメーカーさんに、そうか、それはしゃあないですよね、うん、例えばその本人がもしかして嘘もしくは本当に騙されたで、そのメーカーが悪いってことになればもしかしたら来るかもしれないですけど、やっぱり本人詰めるんじゃないですかね、まずは。そうですね。でだから我々にはあんまり来ないです、正直。そうか、何でお前は事故って運転してた人怒られるけど、このトヨタがーってトヨタ乗り込めとらんもんなまあそういうことですね。もう若い時から学生時代の時からも AV が好きやったんですか？いや全然です。あ、そうじゃないですかそれは全然なんですよ、うん、どっちかって言ったら俺の時代はまだ俺自分家にビデオ的変えてないんですよ、ほうほうほう、生まれなくて、ほうで童貞で友達ん家で AV 何本か見ただけで AV 業界入っちゃったんです。だから AV が好きで入ったんじゃないんですよ。たまたまテレビの AD やってて。意外とでもそういうもんかもですね。案外そうかもしれないです。ただ俺もお笑い番組なんて全然ほぼほぼ見てなかったし劇場行って誰かの漫才見たこともないし、ああなんかね、そうなんですね、皮肉だろうか分かんないけど、だから
昔の例えば若い頃の僕を普通に知ってる人はなんで俺が AV 監督でハメ撮りなんだか全然分かんない。俺も分かんない。俺も同期の人にブワーってもうお笑いのビデオずらー持ってる同期の人に借りて何本か見てみたいな。でもその持ってた人はもう今やっぱいい日もな。その辺は なんか分かんないですね。ちょっとねどういう映画関係があったのか分かんないです。それでも監督が一発目撮った時に、うん、あ俺この世界で飯食うでいけるっていうのは確信あったんですか？そこまでないかもしれない。ただ AV 良かったのは、うん、まあ、僕テレビ1年間やってたんで、うん、テレビの中では本当ボロカスだったんです、まあ、実際その時若すぎて仕事もできてないんでしょうがないんですけど、だけど AV やった時にたまたま入った会社の人がすごい褒めてくれたんですよ。それまでは褒めるとか一度もなかったんです。だけど AV の会社行ってそのうんこが好きな社長なんですけど、うんこ社長が俺のことすっげえ褒めるんですよ。だからこういうロケを経験してるから、こう現場見つけたりはできたんですよ。すぐに入って。松尾くんは優秀だねってすごい褒めてくれるんですよ。それで気持ちよくなっちゃったっていうのはあるかもしれない。おだてられてすごいな、嬉しくなった。だからちょっと環境が変わって、AV の会社行ったらなんか褒められたんですよ。じゃあその監督がもしその社長がもし厳しい人やったらもう違う世界行ってるのかもしれないですね。すげえ褒めるんですよ。だけどその監督よくよく見てたらその後俺が全員褒めてましたね。あ、だから俺だけじゃないんだと思って、なんだ俺が優秀だからそれの一番奥がうんこなんじゃない？そう、うんこもだから褒めそう、うんこ、だから美味しいね、美味しいね。だからうんこもだからすごい、奥さん今日はあなたすごい素晴らしいうんこしましたねって言ってそれ聞いて、これ俺と同じやんと思ってなんだよみたいな、みんな褒めんじゃん、こいつみたいな。監督もうんこも一緒や、一緒だった。実は褒め上手だった。なるほど、でもまあ出会いですもんね、そういう。 AP 監督って最高齢何歳なんですか？代々木さんまでやってらっしゃるんだよな、代々木孝之さんっていう。もう御年いくつだあの人。いやもう分かんない、80過ぎだべ。じゃあ村西さん、内容はやってないですけどね。で村西さんは今ほらいろいろちょっと映画とかになったりとか、あのネットフリーのあのあるじゃないですか、はい、だからあのツイッターとか元気でやってらっしゃるし、ブログも書いてらっしゃるけど、AV 撮ってらっしゃらないみたいな、ね。ああそうですか。うん、うん、さん何か考えますか、あの何歳までとか。いや考えへんな。あ、なんか定年ってあるんですか？いや定年ないですね呼ばれなくなったらっていう定年です、はい、ですよね。そっか、それはもう流れに任せようかな。そうやね、ずっとそうやな、うん、なんか自分から一歩を踏み出したことがないあ、そうか、始まりも誠司さんだ。そう東京も会社が行け言うたしご自身の個人 YouTube どうなんですか？あれも周りがやりませんかみたいな。あ、ソロで。うん。そうです。そう。それが合ってるんですかね、その提案。なんかそうやな。一生懸命頑張る。そうそう。なんか自分で企画したじゃあなんかそういう。まちっちゃいちっちゃいというかそういうのはまあありますけど、うん、そこがこうなんか人生の岐路に立ってこれは A か B か A って選んだことない。どう？え、女とか選ばなきゃいけないじゃん。女を選びますね自分の意思でやっぱり結婚されたのめちゃくちゃ急。そう、 そう、結婚席なかったんですか？全くなかったです。何があったんですかほんまに、うん、ご飯食べてそれが4回目ぐらいだったんですよ、追って、うん、で付き合おうかとも言ってなかったんちゃうかな。うん、これご飯食べてもう一軒行くみたいな、そのご飯食べて解散するかもう一軒行くかどうかもわからん状態でもう一軒行くみたいな、明日ゆっくりやから行きましょうってなって行って、でバーで飲んでて、でトイレ行って、うん、ほんで戻ってきて座って結婚するって言ってあーみたいな感じなんですけど俺よくよく考えたらバーのトイレで俺座っておしっこするんだけど、座っておしっこしてる時に俺、うん、チンゲに白髪見つけたよ。それがなんか動物的に、うん、なんか思ったんちゃうかなって今となったら、うん、残さなきゃと思って、なんかどっかで、それは女性にもしかしたらすごい失礼かも、まあでも今の奥さんとして仲良く楽しくやってるから全然ええねんけど、だからそこでもしほんまにチンゲそれが抜けてたりとか、うん、生えてなかったら言ってないかも、うん
めっちゃ面白いですよそれ、うん、ちなみにジュニアさん結婚式の結婚式 V って誰が作ったんですか。結婚式やってんの。あ、そうか。だから結婚式の V もないし。よかった。いや、僕だ、それで言うと、その、ジュニアさんのやってた番組で、ジュニアさんの担当ディレクターがいたんですよ。あのネタを作る、うん。僕その AD で、そのディレクターと僕喧嘩しちゃって、辞めるって話だったんですけど、うん、なんか飲み会かなんかジュニアさんが、なんかいつか結婚式 V 撮って、作ってくれなって言ってから、一応とどまったんですよ、そこに。だから、その話ずっと来ねえなと思ってたんですよ。来るはずないなと思ったんですよ。来ねえなとか思ってて、誰が作ったんだろうなってずっと引っかかってて、いや聞けてよかったですよ。その、はい、局員やろ、はい、喧嘩してた、はい、その人とこの間俺打ち合わせして、はい、あれ僕なんですって言ってあったで。そうなんですよ。今は別にそんな別に何もないんですけど。そうなんですよね。そう、すいません、あ、面白かった、よかった、すいません。でも、誰も V 作ってない。よかった、それ聞いて安心しました。いや、よかった、すみません、ちょっとこんな寒いところに、十分寒いですよ、ね、そうです。寒いですけどね、寒いですけどね、楽しい動画が作れそうです。なんか楽しいね。はい、これでも確かにテレビ局とかいろんな大人たちが入って照明がたかれて椅子2つソファー置かれて、はいはい、やったらこんな感じにならへんもん。あ、本当ですか。うん、よかった、ね、これはちょっと、あ、楽しんでおられました。うんうん、え、あ、本当ですか。うん、あ、よかった。そうなんですか、よかったよかった。うん、そう、ちょっと最初ちょっと入り合わせちょっと怖かったから、うん、ちょっと大丈夫かなと思って。すいません、でもよかったです。え、あ、そう、そんな楽しんでいただきました。俺寒いよ。嘘。終わりましょう。嘘だ。いや終わんなくてもいいよ別に。あ、終わるの？どうしてもいい、どうしてもいい。でも喋りたかったから。喋りたかったって。ちなみに監督は今なんか撮ってあるんですか？今もう一応ね、あんまりもうなんだろう目立たないかもしれないけど、ちゃんとね月一本やってるの。うん、月一本以上やってる。あ、そうですか。うん、すごいっすね。ちょっと見えづらいのは監督カンパニー松尾っていう部分で言うと、自分のメーカーでは月1本出してて、あと外注ってあるの。これがまあ乗ったり乗らなかったり情報がなんで、一応けどね、コツコツやってるんですよ。今まさにあの手掛けてある作品はどういう作品なんですか。今タイトル言おうと思ったけど、ハメ撮リズムっていうタイトルはあるけど、ただただハメ撮りしたでも全然ハメ撮りだけどの何の企画が乗っかってないじゃないですか。はあはあ、ハメドリズムって、はあはあ、ギタリズムみたいな感じのやつですよね。はあはあ、だからそれが一つとか、あとは、うん、俺はあんまり企画をその上に載せてなくて、うん、昔だったら家庭教師とか、うん、キャンペーンガールとか、うん、まああと、まあ、キャノンボールとかあったんですけど、はあ、俺がシンプルな恥ずかしいからとかね、わけわかんない、そういうなんか何にでも当てはまるようなやつですから。で、最近外注だと一つものが多いですね。SOD さんの外注でやったりとか、なんかそういう外注の仕事もやってるんですよ。ほうほう、まあ、これも正直食っていくためなんですけど、自社だけで全然売れないんで、だからそういうのアルバイトで。あでもすごいですね、その人妻とか家庭教師とかって、もうこれもう何年前からやってんねんっていう。そう俺だからずっと家庭教師ものとか、もうさすがにもうやってないんですけど、ずっと生徒役だったんですよ最初20代、はいはいはい、で30代も生徒役で、はい、40代も生徒役で、さすがに50代になって生徒になってないんですよ、絵面が。フルで入った時にハメ撮りの手持ちの時は別に俺の声だけ、うん、声でもだいぶおっさんですけど、うん、もう俺今日教えてもらってる立場じゃないですか。だから途中から先生になっちゃったんですよ。うんうんうん、相手が相手も先生、俺も先生みたいな、どこに家庭教師があるんだって感じじゃないですか。すごいな。ちなみにこういう発注したらやってくれるんですか。ん、だからせっかくであったから、これ松尾さんにジュニアさんを使ってなんかこう撮ってくださる。 AV だったらいいけど、 けど AV でも俺ね多分できないと思う、うん、結局自分の世界だから、うん、ジュニアさんを使ってって言われても難しいですか。難しい、っていうかね、その世界にジュニアさんを入れようと思わないな、うん、アダルトビデオになっちゃう。いやアダルトビデオの中にね、はい、とかなんか例えばジュニアさんのなんかそれこそ密着でなんかドキュメンタリーでっていう話だったら、そこは全然ちょっとまたかんって感じはするけど、なんか俺あんまり器用じゃないから、うん、っていう感じはするな。そうなんだ。うん、あれもまだずっとやってるんですか、マジックミラー号。あれやってる、 SOD やってる。そうですね、あれねだからね、くどいよね、ずっと手を返しね、こうやってんだよ、あれ月1本。
で今いろんな監督出していろんなシリーズになっちゃってる。ああ、うん、なんかわけわかんないとか、ある種その家庭教師ものとか熟女ものとかの一つのカテゴリーとしてもうマジックミラー号っていう、もうずっと続いてるし、そうですよね。だから AV ってさっきも言ったようにある種業界的に言うと流行りしたり、売れてる子っていうのは、やっぱり僕も30何年間やってきてるんですけど、いるんですけど、総じてそんな劇的に実は変わらない、ジャンルが増える横に伸ばしになってるだけで、あんまり、ね、変わらないんですよね。だからさっき言ったようにそれは長い歴史がありますから、ちょっと会社的になったとか、うんうん、さっき言ったようにそのチェーン展開してるっていうメニューのね、それはあるけど、うん、あんまりのほほんぬるい感じでずっと続けられてます。でもそんな中でもやっぱ令和の何かこう新しいこう代々にずっと継がれるようなマジックミラーに変わるような何かがまだ生まれるんですよ。生まれてほしいですけどね、今日で脱出した感はあるかもよ。へー、案外なかなか新しい超トレンド、もう誰も見たことがない AV って、まあ、例えば今だったら実はあっちですよね。もう VR とかはジャンル的に、VR をすごくやってる。なるほど、そうか、 VR はまだまだね、 VR なんです。 VR でいろいろあるやろうな、VR じゃないとできないことが。あ、そうそうそう、けど VR って今すごく難しくて動けないんですよ。カメラはわりかし固定で、しか今やってなくて、 VR のハメ撮りはまだやっぱりブレがきついとできてないんですよ。だからカメラ固定で女優さんが演技する形の VR なんですね。だからそんなに実は、まあ、没入感はあるらしいですけど、女性が全部こうやってくれるんですよ、だけどこっち側の VR ではなかったりするので。俺はね VR の企画で1個だけ出したんだけど、もう却下されたんだけど、ただね一つスクランブル交差点にカメラを置いて、はあ、ずっとカメラをこうやって撮ってるんですよ、風景を、はあはあ、だから見てる人はスクランブル線いるんですよ、はあ、こうやって、はあはあ、そこでオナニーしてほしいっていう。女が映ってるわけじゃなくて野外をして、それニーズありそうですけどね。いやいや、どうなんでしょうね。だって風景しか映ってないですよ、はあ、売ったら怒られるじゃないですか。なんかまあ分かんないですけど、そうか、人の顔とかが、ね、それかもうなんか女子銭湯とかね、お金かけるんだったらなんかそういうなんか女優さんがやってくれるんじゃなくて、好きなところでオナニーしてくれる。だから5万人のね前とかね、東京ドームに行かせてもらって、なんかのコンサートの時にちょっとここだけ撮らせてもらっていいですかみたいな、そして5万人がキャーみたいなね、なるほど、早くみたいなこと言ってくれたりする。すごいとか、そういうのはあんまないんです。それないですよね。まあでも環境ものはないんです。それなかなか許可が大変ですもんね。そうですね、人の顔とかがね、もう環境ものってあんまないんです。俺は VR は環境ものじゃないか。なるほど。だけどダメみたいです。女の人が演技して、演技してやってくれる。まあ AV の話だったらいくらでもするんで、また呼んでください。すいません、最高でした。いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すみません、ありがとうございました。サミダが本当にありがとうございました。そういうこと、いや、そういうことが外録で、そうか、ホテルでって、いや、どこでやるんだなと思ったら、浴場か。なるほどね。そこは飛ぶわよ、だから。あ、すみません、ちょっとなんか人近いなっていう、なんか、まあ、雨が降ったらもう最悪中なんですけど、そういうことか。あと、中にすればするほど、なんか、やってたテレビに立ち返っちゃうからなーって思って、なんかこれやったら、そうですね、これ冬乗り切って、すいません、ちょっと寒いな。あ、あとすいません、最初遅れちゃって、ごめんなさい。これね、なんかね、セブンイレブンを目印したら、先のセブンイレブンで満を持してジャストに、あーって言ったら、ないじゃん、ないじゃん。すいません、失礼しました。でも、上さん、YouTube にそういう、なんかその、なんつうの、芸人さん以外のゲスト招いたりしないですか？あ、今のところ何か、松尾さんみたいな。松尾さんみたいな、お前なんで俺のことみたいなとか。おしゃべりうまくないよ、うまくないよ、うまくない。